2番の塩田の横を通過、4番の玉木の横まで上がっていきます。8番松本、残り2周の1センター。松本のラインの後ろには2番の塩田続く形になって、一旦車を下げたのは4番の玉木、現在は3番手の内側あたり。2番の塩田が3番手外並走から前に上がって、残り600の鐘、先頭誘導員をかわして2番の塩田が先頭です。その後ろ9番の松江、さらには7番の手島が続いて、5番の渡辺はこの後ろ続く形になりました。残りが1周、2番の塩田がペースを上げる、2番手9番の松江、3番手7番の手島が追っていく、その後ろ5番の渡辺が続いて5番手が並走になっています。しかしここは4番の玉木が取り切るような形になるか、後ろから1番相沢が自力でまくった、1番の相沢が自力で2番手横まで迫ってくる。4コーナーから直線、2番の塩田が先頭だが、外から1番の相沢が追ってきて並んで合流、わずかに最後は相沢か。